のレオザフットボール、えー、学園、えー、放送部部長レオザフットボールです。どうも、えー、副部長の菅原です。よろしくお願いします。お願いします。さてえっとちょっとまあすごいことに気がついたんですけど、うん。あのまあこれ,れが学園長なのに部長もやってるっていう不思議な学園の構造に気づいた。それはもう学園の七ナのな構造。校長部活入ってるっていうのに気づいた。 部活でもキーパーやったり、センターバックやったり。<laughs> 校長キーパーやばいね。責任が負すぎて、潰れちゃうね。<laughs> そうですね。うん、すいません、話聞いて何ですかいえいえ、あの、まあ、こうやって龍さ学園で、うん、ちょっとフットボールワイドショーミニみたいなことやってるじゃないですか。うん、はいはいはい。確かに、フットボールワイドショーミニ感あるね。そうですよね。うん、それを、僕も手伝ってるんですけど、はいはい、この僕が、なんと、初代、フットボールワイドショーアワードを。を 年間 MVP のそホラッキファンデルファールトでおなじみです。<laughs> <laughs> 確かにそれ言うだけでさ、はい、こうもう肩書きあるもんね。なんかちょっとストーリーが出来上がってましたね、気がつかないうちに。確かにじゃああれだあの、篠田さんからちょっと受け継いだ感があるんだね。まあちょっとそれは恐れ多いですけど。いやで別に <laughs> で、篠田さんは普通にこの間誕生日配信も出てくれたし、これちょっと形になってきたら、はいはい、篠田さんをお呼びして。はい そのね、臨時放送部みたいな感じで出てもらおうか。そうっすね。ねあ、そっか、すごい。ホラフキ・ファンデル・ファールトの菅原特派員じゃないですか。そうなんですよ。ここに、ここにいたんですよ、僕が。なんだじゃもう菅原君に毎回選んでもらっていいんだ、ニュース。えタイムリー性ないニュースだったら別に菅原君お願いしていい一本じゃん。あ、わかりました。じゃねその、はい、その日にさ、飯移籍だとか日本代表負けただったらそれだけどさ、うん。質問答えるとかだと。 はい、なんか一個選ぶだったら菅原君のセンスの方が絶対いいんだじゃんなるとまあそうですね、まあ、ちなみに僕はあのツイッターとかでファンデルファールとちゃんとフォローしてまして、うん、彼の動向はちゃんと追ってますねえなんか最近は別に何もない人で,でも別になもないですね <laughs> ちょっと太ったおっさんに変わりないですね<笑><笑>そっか <laughs>、はい、今日そんな中で、はい、そっかだからクットボールワイド召喚のあるネタだったら、はい、やっぱりあのホアキンがね、はい、AV ダイユーにはなれないなってやつ見たの 今日あのツイートしてましたよね、コーリーさんのあ。あれ、あれさあ、中開いた開きましたよ。あれさあ、ちょっと今、画面共有じゃしようか、それだけ。そこだけちょっと一回さかのぼって、はい、そう、これちょっと、俺の方出せるこれ。あ、大丈夫です。さあ、画面共有で、これ出すけど、<laughs> コーリーさんの記事で、はい。40歳まで、現役引退、AV 男優になりたいと表明っつって、まあ、これちょっと、まあ、かなり釣りだけど、はい、それでもいいから、俺、行ったのよ、これ。はい。 そしたら、なんかこう、まあ今季は、まあ予約すると今季は試合出られてないからもう引退だみたいな。うん。っていうやつで、ちょっといいプレー練習でしても出られないとコンディションも保てないしみたいな。はいはい。で、その後なんだけど、ここに引退後は消防士かポルノ内容になりたいが、校舎には、校舎は自分には無理だなって言って、<laughs> まあここまでは普通のボケというか、何言ってんすか、はい、ホワキンさんじゃないですか。はいはいはい。なんでその後のこれが、真面目に言えば消防士だね。素晴らしい職業だ。 エホがなった時にアドレナリンが噴失するのを感じられるだろう。<noise> ゼロコンまで服を着なければいけない。ポルノダイはやはり自分には無理だ。言ってないんだよ。じゃあポルノダイはってこ2回目言われた人のやつってもういいじゃん。はい、誰にも言われてないのにもう1回出してきて断ってるっていう不思議なスタイルのトークしてるから。いや、これネイティブで聞きたいですよね。この、<laughs> こ,ここここでっていうこれ語訳だったらどこ語訳してんだって思うけどね。<laughs> 訳問題誤訳したところでそこの本質的な内容は別にないしここにうんでワーキン選手ってあれですよね結構なんか司会とかやってるみたいな話ありますよ、ね、有名 YouTuber だし、ね、人気番組のトークの司会者で <laughs> そ,うそれでベティスで普通に去年活躍してたからうん<れ>40歳すごいっすねあれなのかねスペインってこの一個のボケ受けたら引っ張るみたいなのあるのかなんかね もう一回出すやつじゃないじゃんってこれそれだってあの、まあ、ミラーもやってましたけどミラーはドイツ人ですもんねああったなミラーなんだっけレバン・ゴールフスキってやつです you know っ,つって <laughs> 言うわけないってやつでしょ <laughs> だってそのその会見であの散々んん何回もやって、うん、また別の会見でやってたじゃないですかあそうなんだなんかありましたよねえ二2回目あれありネタなんだ <laughs> なんかあれ、何でしたっけなんかそれ、なんかフットボールでしょうかなんか取り上げてたよねあ、もう一回やったんだ。鉄板ネタみたいな気持ちで。そっか、じゃああれ、古典落語だったんだ、ミラー <laughs> <laughs> 時そばみたいな。定番の。<laughs> 定番の、ドイツの、ね、古典落語。いやーいや、本当に取り上げたいニュース、これじゃないんだけどね、あ<ー>俺、すがら。何でしたっけ <laughs> ミンゲサ、ゲサあ、ミンゲサだ。そうそうそう。 ミンゲサのやつで、あれ光君、はい、に送ったやつ、これ、そっちをさ、はい。僕は全然ミンゲサ詳しくないですけど、大丈夫ですかうん、俺もだよ。ミンゲサ詳しい人いるの、<laughs> 日本人。<laughs> いやいやいや、なん失礼になるのかな、これ。い見た人多いだろうけど、はいね、キャビ来るっつって、うん,うんうん。ってるけど、こう、ね、クーマンに対してね、はい。クーマン監督について、ミンゲサは、チームはクーマンのアイデアを信じることをやめて、みんながそれぞれの方法で物事を解決しようとした。 僕たちは個人的にもチーム的にもよくなかったんだっつって、これね、なんかこう、なんかちょっと被害者面してますけど、<laughs> そうそうね、被害者まあまあ、チーム悪かったっすってすこうスト、ストイック面の攻撃だよね、はい、なんか。まあいいけど、はい、誰もね、クーマンのこと悪く言うなっていうほどの人、今いないからさ。<laughs> すごいね。その,その人本当に成人君してか、サッカー界のマザーテレサ的な感じになるよ。はい。いや、でも本当ね、これもあれではね、ちょっと森保さんの件と一緒で知ってましたって感じで。うん。<laughs> 言語化してないけど知ってたやつだよね、これ。一言ととは思えないニュースだな、という。と,言とは思えない。<laughs> <laughs> そうだね。だから、だって、人間さなんかさ、 なんかこう後ろに人数いたからさ、こう点取りたくて攻め上がったときにブチ切れられて交代させられてたじゃん。はい、で、ミンゲス謝りに行ったらクーマン無視するっていうさ。<laughs> で、ミンゲスだけじゃなくてね、ねニコ・ゴンザレスとかさ、はい、あのマーク外した後に前半で変えられたりとか、ね、<laughs> ありましたね。で、主力選手たちがロッカールームでかばうみたいなさ。はい でピケはあれ洗う、洗う方が悪かったからねって言ってたから。<laughs> そうそうそう。洗う方も被害者でした、そうなると。むちゃくちゃになってる中で、もう最後にみんなチャビの方にもう目いってんのに、うん、ちょっとそれでもう書き消される前のミンゲサのワンパン。うん。いいなと思って。なんでミンゲサに聞いたんだって話ですよね、インタビュー。ミンゲサだと喋ったんだろうね、だから他は言わないけど。そうですね。 他も聞いてると思うよ、多分。でもまあまあまあ、みたいになってるよ。はい、それはもういいじゃん、うん。はいはい。だから昔あったんだよな、マティウ。はいはいはい。あの、マティウが、はい、ルイス・エンリケとメッシュ揉めたみたいな話がこう漏れ伝わってきて、はい、それちょっとしたスキャンダルだからさ、言わないじゃん、みんな。はい。だからマティウが、いや、あれはあの練習の中で、あのルイス・エンリケがレフリーやった時にファール取らなくて、メッシュが怒ったみたいな。 うん、そんな戦術的に揉めたとかじゃないよみたいな話したんだけど、うん、まあそれでも言わないでほしいじゃんうんそしたらマスチラーノがお前普段無口なのにそういうことはしゃべるんだなっつってっ <laughs> <laughs> だからもしかしたら主力じゃないディフェンスあるあるかもねあ<ー>ちょっとここで主力になりたいみたいなあーマティウもなんかいつ出てったのか分かんないぐらいちょっとそう,う,うマティウの出ていき方も結構かわいそうな感じというか、うん、はい まあ好かれてなかったからね、結構先輩になったりとかさ。うん。ちょっとミンゲサとちょっと似てたかもね、立場。まあ、でね、若手に、ね、出てきた選手とバレンシアから来た選手全然違うけど、うん、なんかこう、チーム内のヒエラルキー的な立場うん。で、今ね、これアップされるのは、一応予定では月曜日かかよじゃん。はいはいはい。ってなると、まあみんなチャビバールさん見てるわけだもんね。うん。どうなってますかね、<と>結果。いや、俺はね、あの、 圧勝するか、はい、い何個も言うのずるいな、圧勝っていうか、この内容的に圧勝するか、はい、いっぱい点取るじゃんとかは分かんないけど、はい、内容的にめちゃくちゃ良くなって圧勝するか、もしくは内容はいいけど点取れなくて、どうなんだって言われるけど、うん、これ大丈夫っすっていう俺が言ってるか、どっちかかなと。今のエスパニョールってどういう状況なんですかあエスパニョールのことはもう知らない。分かんないですよね。バーーーセルのダービーだから盛り上がるとは思うんですけど うんまあ、エスパニョール的にはクーマンのままで戦いたかっただろうね。そうっすよね、うん。ただ、あれと一緒だよね。去年のチェルシーのさ。はい。あの、あれ、締め骨からしたら、ランパードのままが良かっただろうけどっていうん、ちょっと状況に出る。うん。あとは、あとは俺が唯一懸念してるのは、アルテタ的な、底頑固なんかいっていう。はい、<laughs> すげえいい監督というか、修正とか、修正というか、こう準備はするのに、修正苦手なんかいとか。 そこはこだわりあるんかいのパターンはい、はい、うんそこだけシャビがですよねそうそうそう,そう、うん、クーマンのことはもうない <laughs> なんか僕が懸念してるのはまあ結果はあれなんですけど、うん、そのシャビって結構口が悪いというかああ結構相手に対して攻撃的だっ、はい、言うじゃないですかそこでなんかちょっとモーリーノっぽくなるんじゃないかなみたいなああはいはいそれがね外に向いてるんならまだパフォーマンスしていいけどねはい、はい 選手に向いちゃったらちょっと怖いね。うん。だから選手時代の話だったんで、うん。あと監督になってからちょっとまだわからないので、うん。ね。あとはさ、カタールだと、あの伝説のチャビが来てくれたっていう空気は絶対あると思う。うん。で、チャビが一緒にやりたいとか、自分のとこ来てくれたら助かるみたいな選手を呼んでんじゃん。カソルラとかさ。はい、あと何人でもいいな。はい、うん。なんだけど、まあ、あるさ、きたまあまあまあ、いる選手たちからしたらレジェンドだけどさ、だとしても、この、 いくらレジェンドが来ても失敗してるっていうかさ、ぐずぐずになってっちゃったチームあるみたいに、最初はいいけど、徐々にその魔法を解けていくっていうのはあるからね。うん、はい。菅原君のその懸念も分かるけど、俺は大丈夫じゃないかなとは思ってるまあ、1試合目見るまでは分かんないね。1>, うんうね1試合目っていうか、1試合目でもピルロパターンあるからね、その試合だけはまってたっていう。あ,<ー> <laughs> あれずるいよね、あれ。覚えてます,んますなんか、レオさんがおめ,おめでとうございますって言ってたの覚えてますなんか。言う,言うな、言うな。 バレるバレる <laughs> <laughs> でもあれずっと褒めてたんだらいいけど、いいじゃん。もう。これ、ウイングバックを逆足で置き出したぞっていうところから、いぶかし出てるから。いや、楽しみですダニア。ダニアーベスが出るんですかね。どう使われるんだろうね。うん。まあ、サイドバックなんでしょうけど。うん。え、うん、でも、デストとかセルジロベルト、でもダニアーベスが一番走れてるとかね、ここでもか、ね。 言ってましたね最初にジム行くの彼だし、トレーニングに強度を与え、リズムをもたらし、最も多く走るのも彼だみたいなね。うん。そうそう。だからね、ダニアーベスのあの明るさと真面目さの両方がね、うん。それ合ってるもんね、バルサって国、その、ラテンだけど真面目さが必要みたいな国にさ、ダニアーベスって存在が合ってるよね。そうですね。イベントスみたいな、基本真面目でいてくださいってところよりもさ、うん、パリみたいにさ、基本パーティーですってところよりもさ。はいはいはい。 パーーティとと真面目の両方が必要ですみたいなあと人間関係、うん、これ全部ね、ダニア・ウベスのチームだったんだね、そう考えたら。<laughs> なんか、あの、春ぐらいかな、なんか一回ニュース出てたじゃないですか。うん。まあ、そのフリーになったタイミングで、あ出出た、出てた。役オファーみたいな。うん。その時は、なんかさすがにないかなと思ったんですけど、うん、本当に来たかったんだと思いましたね。え、ね。うん、まあね、チャビとはめちゃくちゃ仲良かったから、わざわざチャビ出てった後とね、背番号をつけたりとか。うんうんうん あとは、まあ、チャビがもしかしたらスカッと見て、やっぱりこれ、ね、若すぎるからそこの経験値必要だし、年俸も安いし、みたいなので、うん、で、あの、マーケティングの方でも、ダニアベス来てくれたらちょっと、一個、最近明かり輪でなかったところで起爆剤になるし、みたいな。はいはいはい。プラス要素多かったんだろうね。で、毎試合使ってくれっていうわけでも絶対ないから、この年齢だと。うん。まあそのね、空気ではやるだろうけど、実際にそういうことにはならないだろうから。 うん、プラスが多かったんだ楽しみですね。だしクーマンで暗くなったところでさあのダニア・ルベスのさあのね独特なグラサンかけるさ <laughs> スーパーパリピオシャレおじさんみたいのがさ現れたらさ、はい、一気にもうね暗いなんかさこのドインよりしたアンビエント系の曲界一気にさピピピピピピピーみたいな感じになるじゃん。ダニアルベスがいれば あの、パリとたったときは、ネイマールはもう、絶対に、なんですか、無力化できますから。うん、ああ、そうだ。うん。一対一ね、ネイマールがね、唯一しなびちゃうんだもんね。そうっすよ。すよほんとしなびてたもんね。あれは、なんか別人でしたよね。あの試合だって、何かしら触れて見られる方があるのかね衝撃だったよね。あの試合の前まで別に調子悪いとかないんだもんね、そうなんですよ。<laughs> <laughs> あれ、戦術論のとき露骨にダニ・アーベスに気使ってたもんね。そうなんですよ、なんか上下関係見えましたよね、あれ。でさ、あれじゃん、削られたりしたらさ、ネイマールさ、はい、別に何でもないやつの時は、切れたりとかさ、歯みたいなのあるじゃん。うん。あの時だけさ、はい、すいません、みたいな、<laughs> <laughs> <laughs> 僕は悪いやつ、みたいな、なんかね。なんかあの、なやなやしてたっていうか。そう、ダニ・アーベスもね、お前、分かってんだろ、みたいな。 あれは衝撃だったな、本当に。やっぱそういうの、ブラジルでもあんだ、みたいなね。あれ、あるんですね。なんか、うん、ちょっと嫌でしたね、なんか。そうそうそう。一番の親友、ダニア・アベスだってネイマール言ってたけど、うん。いや、だから、ネイマールめっちゃそこは優しさっていうか、人が出ちゃうのかね、なんか、とか。うん。あれ、結構さ、俺らレベルの話だとさ、はい、やっぱり、でもまあ俺が監督だから、俺やっぱ選手のこと、実際の試合だと俺結構ガツガツ行くじゃん。菅原君が見てるけど、はい、相手とか。そうですね。 だけど、うん、やっぱり練習だと俺選手怪我させたくないから行かないみたいなやっぱそこには愛とかあるじゃんそれがダニア・ウベスだとこのチームのミニゲーム感覚になっちゃうのかね他のチーム行ってもこ, <laughs> この人は怪我させたくないとかこの人と喧嘩したくないみたいなさまあそういうメンタル持っててもおかしくないですよね,ねあるよねはい,いそこはなー、うん、なんかこうその話楽しすぎてちょっと俺する職 直前にししようと思っっっったたた、た話忘れちゃったんなんかあったっ <laughs> 何でしたっけ？いやでもまああそうそう <laughs> でももうもういいからいやだからダニアビスいたらさ当時のペップのサッカー知ってんじゃんシャビと一緒にやってたはいはいはいで、はい、今メッシとかいなくなってまあブスケツピケはいるけどさうかこロッカールームをさあの、うん、シャビがしたい空気にできたりとか、うん、シャビがこう突き進んじゃってる時に若手がついてこなかったりうんってなってる時にまあまあまあでこのちゃんと監督と選手とかこのスタッフ人とそこをつなぐ、うん、そこのね あの、シナプスになれる。シナプス接着剤っていうのとか、そういうのになれるみたいなのもあるのかなと思って、うん、そんな話はもういい。リンバールとアウベスのそこを思い出させてくれた。ありがとう。<laughs> でもあれですよね。真面目な話。うん、あの、シャビーがこう10個のルール作ったじゃないですか。うん、あれをあんだけふざけてるダニアウベスがちゃんと守って、<laughs> ストイックにやってる姿を見たら、うん、そりゃもう若手のガビとか、うん、もうみんなついてきますよね。 確かにだってインテルでさ、長友が戦力外するけど戻ってくるじゃん。で、はいはい、あの、長友がもう、スタメンだったけど、控えになる、戦力会になる、それでも頑張ると、やっぱ周りはさ、うん、いや、俺ら、頑張らなきゃって、やっぱなるみたいな。はいはい、だそういう効果はあるだろうね、ベテランのあの選手がめちゃくちゃ頑張ってたら、出てたら、何、俺ら、控えになってんだってなるし、うん、出てなくても、あの人、すげえ盛り上げてくれてるっていうので。うん まあ、これでチーム崩壊したらおもろいけどね、誰が。こんな言ってて。<laughs> そうっすね。全然じゃねえどただのパリピじゃねえかって。<laughs> おもろいけど、そしたらブスケツと衝突みたいな。え、今はそうなのもう。みたいな。<laughs> <laughs> な感じかな。あの時あんだけ来たのみたまな、ねまあ。いずれにしろ、これで今見てる人はもう結果知ってるんで。うんう。なんか全然違うことになってたりとか、チャビバルさんグズグズだったら笑ってください。はい。